そんなことで今日のですねゲストはちょっと素晴らしい方を迎えて、はい、藤井恵子さんでいらっしゃいます。あ、なんかこんばんは。ずいぶんお若くなりましたね。そうですか。いや、そんなことないと思うんですけど。綺麗感じ。そうですか。デビューした時からすごく意外と18ぐらいでデビューしたけど、もっと年いってんじゃないとかってよく言われてて。富士山の曲で自分で覚えてる曲ってのは演歌系があるんですか。15、17まで全然メロディー違う。16、17と妙に明るい歌、明るい歌になっちゃうんです。ちょうどあのニューヨークにいた頃にあのラップ流行ってて、私たちすごくあのラップとかああいうの音楽好きで、そこから音楽がすごくガラッと変わっちゃったじゃないですか。ラップからあのリズム主体になってきて、で特にその最近のラップとかヒップホップとかハウスとかで、そういう音楽になってからますますもっと好きになっちゃって、それでそっちの方にのめり込んでったんで、そうやってやってこうポンとこっち来て、で今はなんかそうだから違う方向性走った、常にこうついてってるっていうか、割と新しい、うん、新しいもの好きっていうか、なんか小野洋子さんに、小野洋子さんがすごい昔にお会いしてるような気がしちゃってさ、今前会った感じと全然違うんですけどな。どうしようか、これはご主人のせいかもしれないですね。多分そうですね。多分そうでしょう、ね、あのええご主人ジョン・レノンに出たらどうしよう、うんちょっとイメージが変わったなと思って、かっこいい女性になったなと思う方がゲストなんですけど、その方がいるということはその人がこう変わったという、男性に会ってみたいじゃないですか。女性を変える男性に、いらっしゃいますでございます。こんにちは。ご紹介願えば嬉しいポズバンドで、お名前の方どう。U3 とあそういうグループで、U3 のバンド、まあグループでね、そうですね。あ、ユニットですね。イメージしてたご主人とどう？違う。かっこいい。ね。かっこいい。かっこいいだすね。だそうですか？娘さんのメインボーカル。大きなお子さんがいます？大きい。まあ2だから。12歳。はい。大きいですね。12。でも危ない年下出てきたぞ。負けた。おばさん。日本ではあまりこう発売とかいう、向こうではニューヨークで発売したんですけど、でこっちは割と輸入本を扱ってるレコードに入ってて、これが2枚目で、今3枚目を制作中。はい、そうです。これが9月に、ニューヨークで発売ということは日本に入ってる同時発売で、今年の、ブルービーイチオシですか。はい、イチオシは MCAT&KT というのがイチオシなんですけど、ニオシがこれが来ようかな。あ、ちょっと待ってください。ニオシはアムロの曲がニオシになりますので、サンゴシで、サンゴシ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 、サン